皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。今回の動画は、ヒットソングで学ぶ作曲理論講座ということで、2回目の今回の動画は、いきものがかりさんを取り上げさせていただこうかなと思います。具体的に言うと、風が吹いているという曲、ありがとうという曲、あと、気まぐれロマンティックという曲と、あと、茜色の約束という曲、この4曲を取り上げさせていただいて、いきものがかりさんから作曲の方法を学んでいこうぜ、イエーイと、まあ、そんな感じのコンセプト。でございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。前回の動画の中で、ダイアトニックコードというものがあるという話をさせていただきました。ドミソのコード、1番のコードとしてならば、その隣にどん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 ずらしていって、最終的に7つのコードが出来上がると。で、この7個のコードを基本のコードとして、基本的にこのコードだけで曲を作っていきましょうと。そんな概念がありますよ。それがダイアトニックコードと言いますよという話をさせていただきました。で、今回の動画で覚えていただきたいのが、ノンダイアトニックという言葉です。ダイアトニックじゃないコードということです。ダイアトニックじゃないコード。ちょっとこれはさておき。世の中にコードの数っていくつあると思いますか？世の中にというか、コードの数って何種類あると思いますか？まあ、10種類、20種類じゃないことは確かですよね。100種類でしょうか、200種類でしょうか、3000種類でしょうか、2万種類でしょうか。ちょっとまあ頭の中でその、ね、コードの数がバンバンバッとカウントされているかもしれないんですが、理論上でいけば、コードの数というのはほぼ無限です。ほぼというかもう無限です。無限です。組み合わせはもう本当に自由自在なので無限です。で、コードの数というのは無限、バババババッと。まあね、こんな丸で書いたら有限じゃねえかという話ですけども、まあ、無限にある中で、この中の7つだけのコードをダイアトニックと位置づけますと。で、このダイアトニックの中に入っていないコードをノンダイアトニックとしますと言ったら、ノンダイアトニックどんだけなんだよという話になるじゃないですか。でも、曲を個性的なものにしたりとか、何かおしゃれなものにしたりとか、豊かなものにするためには、ノンダイアトニックをうまく使うこと、上手に使うことはすごく大事になってくるんです。と言ったって、ちょっと多すぎねえかってちょっと思うじゃないですか。7個体ほぼ無限ですよ。7個体ほぼ無限。どんだけノンダイアトニックコードを知ればいいんだという話になると思うんですが、そんな中で大いに役に立つのは、いきものがかりさんの楽曲でございます。いきものがかりさんの曲をもう片っ端からコピーして、アナライズしていけば、もう J-POP、ポップスで使われるようなノンダイアトニックコードはほぼ網羅できるかなという感じです。ちょっと早速アナライズしていってみましょうか。まず、ありがとうという曲からいってみましょう。あの曲、数字で書いていってみると、なんだっけ。タンタラタタンタタン。タンタタンタタンタタン。タタタタン、タリンタタンタタン。こんな感じかな。タラタティタタ、タンタタン。なんだ？タラタティタタンタタン。タラン。タラタティタン。タタンタタンタタン。で、1。で、終わり。スピッツとは打って変わって大変なことになっております。大変なことをやっております。ちょっとこの7を省きましょうか。少し弾いてみると、まず1からスタート。で、3セブンス。本当はここはまあね、Em じゃなきゃいけないんですけれども、あえて3セブン、E セブンスというコードを使っています。で、その次6。ここは普通の Am。こんな感じで、もうとんでもなくノンダイアトニックを使っていると。こんな感じです。何が何だかわからないというふうにやってきたじゃないですか。ちょっとこの整理してアナライズをしていってみましょう。まず、普通に進めていくと、はいってなる一番最初のポイントが3セブンスですよね。3セブンス。なんかよくわかんないけど、3セブンスって使っていいんだなというふうに覚えておいてください。もうそのくらいざっくりで大丈夫です。で、その次6に行って、その次5マイナーというコードが出てきたぞ。出てきたぞと。なんかよくわかんないけど、5マイナーっても使えるんだなと。
で、その次は1セブンスというコードが出てきました。何かよくわかんないけど、1セブンスってもよく使えるんだなと。で、その次に7に行って、3セブンスがまた来まして、6に行って2セブンス。前回のスピッツの空も飛べるはずでも出てきましたね、2セブンス。割と2セブンスはよく使われるコードです。で、その次普通の2が出てきて、4マイナーも出てきて、5に行って1に行くと。とりあえず、サビだけで5個もノンダイアトニックコードが出てきました。でも、よく見てみると、このダイアトニックコードにちょっとだけ手を加えたコードという感じなんですよ。で、それぞれも使い方にちょっとこのコツみたいなのがありますので、それさえ把握できていれば、まあ、割とよくある。よくあると言ったらちょっと失礼かもしれないですけれども、語弊があるかもしれないんですけれども、まあ、そんなに特殊したコードではないということがわかります。もっと順番に行ってみましょうか。このノンダイアトニックコードが出てきたら、その後ろのコードに注目すると大体解決なんです。平たく言っちゃうと、3セブンスが出てきたら大体6が来ます。ここもそうですね。3セブンスが出てきたら大体6が来る。これはありがとうに限らず、大体どの曲でもこんなもんです。で、その次5マイナーが来たら大体1セブンスが来て大体4に解決します。大体。大抵。5マイナー、1セブンス、4。でも、ありがとうの場合は、4ではなく、ちょっと7が来て、少し裏切られておりますが、こんな感じでノードとかにこのどういうコード進行になっているかなというのをメモしていけば、規則性が見えるんですよ。ちょっと僕が今、その5マイナー、1セブンス、4の曲を、ね、家と言われたら、パッとは思い浮かばないんですけれども、まあ、絶対あると思います。生き物係さんの中も必ずあると思います。で、その次、2セブンスの使い方もその次2に来れば大体問題ない。で、4マイナーの後に5を持ってくれば大体問題ない。ここの赤丸と矢印で書いた部分、ここはもうセットで覚えておけば、もうまず間違いないです。まず間違いないです。で、こういうストックをひたすら増やしていって、どんどんやとにここの幅を増やしていくと。もし仮にこれが全部、ノンダイアトニックじゃなくて、普通の3だったり、普通の5だったり、普通の1だったりとかして弾いていくと、ちょっとこの響きが平坦になっちゃうんですよね。最初1からスタートするじゃないですか。で、なんかそういうのっぺりしますよね。で、7に行って。ちょっと聞き慣れないところもあるので、なんかね、すごいもう違和感たっぷりって感じかもしれないんですけれども、普通に弾いちゃうとこうなるわけです。ほにゃらら。間違ってなさそうな感じするけども、でもだいぶ響き変わりますよね。すごいこの広がりがなくなるというか、特に僕がこの中で秀逸だなと思うのは、秀逸というか、僕が個人的に好きなのはって感じなんですけども、この5マイナー1セブンスの響きとかですね。この車両使う。僕はすごい好きです。で、その次のこの4マイナー、この響きもすごい好きですね。ちょっと歌詞が思い浮かばないですか。哀愁漂う感じのマイナー感。この哀愁漂うのがなかったら、これだけですかね。もしくは、でもこうじゃなくて、ワオ。
こんな感じで問題を取りに行くこともたくさん出てくると、ありがとうのサビをアナライズするだけで、この大量さですからね、この大量ぶりですからね、半端ないですよね。まあ、こんな感じで、そのノートとかにまとめたりとかすると、なんていうんだろう。なんか、あ、このコード進行を何とかの曲でも出てきた、あ、このコード進行を何とかの曲でも出てきたというのが出てきますので、まあ、このアナライズをしてみるのもすごく面白いなという感じです。とりあえず、この動画の中で、捕獲できた問題取りに行くコードとしては、この5つですね。ちょっと次も行ってみましょう。次は、気まぐれロマンティックという曲をアナライズしてみましょうか。気まぐれロマンティック。あれの最初の A メロのところは、なんだっけ、ロマンティックからスタートするんですよ。スタートするんですよね。ロマンティック。恋のアンテナは、なんだっけ、ほにゃ、ほにゃらら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 、ほにゃにゃにゃ、ほにゃ。こんな感じです。A メロのところにちょっと出てきます。でも、5マイナーも4マイナーもさっき出てきたやつなので、もう捕獲済みという感じですね。この中で新しいコードとしては、この6セブンスというコードでございます。これもよく使う問題なので、ちょっと弾いてみましょうか。5マイナーのところからなんかこう、ね、響きがふくよかになったというか、ちょっとこう景色の違う、なんか色の違う景色が見えますよね。もう一回弾いてみましょうか。まあ、最初 4からスタート。ここはなんかすごいスタンダードな感じ。でも、この後から。マイナーとかなんか僕の中ではすごいなんかこのまた哀愁感じの、哀愁漂う感じの雰囲気を感じ取れるんですけども、どうでしょうか。ここから。こんな感じのコード進行なわけです。はあ、なるほどね。6セブンスとかそういうコードの使い方もありなのねと。6セブンスから2の組み合わせ。で、さっき5マイナーからは1に、1セブンスに行ってたんですけども、5マイナーから6セブンスとはこんな使い方もあるのねという感じのストックもすることができました。ちょっともう少し難しい見方をすると、ここの4小節だけキーが変わっているという見方もできるんですけれども、まあ、その話はまた次回、次の機会にさせていただこうかなと思います。とりあえず今覚えておきたいのは、5マイナーから1セブンスだけじゃなくて、5マイナーから6セブンスも行くことができると。で、6セブンスから2に行くこともできるし、2から4マイナーに行くこともできると。そんな感じの話でした。さっきのありがとうもそうですよね。2から4マイナー行ってましたよね。2から4マイナー。で、この後は3、6、2、5なんで、まあ、普通のコード進行ということです。で、またこの気まぐれロマンティックはですね、この後のコード進行はまた素晴らしいんですよ。素晴らしいというか、僕が好きなだけなんですけれども。ちょっと続きを書いてみますと、6からスタートして、で、その次、5音1、7、で、1。で、また6、5、7、1。こんな感じで分数コードが出てくるわけです。6、で、その次5、で、1に行くんですけれども、この5のときに7個目の音、違うか、ベースの音を7番目にしているという感じなんですよね。元のコードとしては5です。6、5、1です。6、5、1、6、5、1と。けれども、一番低い音、コードは別に5でいいんだけれども、一番低い音は7番目の音にしてねと。ドから換算すれば、ドを一緒すれば、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シという感じ、シの音という感じですね。なので、5のコードを弾いておきながら、一番低い音は
1,2,3,4,5 個目のドレミファソじゃなくて、7個目のシノと弾いてねということになるわけです。ちょっとややこしいですね。コードは5番目で OK です。けど、一番低い音は7個目の音で弾いてくださいねと。そんな感じのコードなわけです。ちょっとこれはややこしい。で、まあ、これによって何が起こるかといいますと、ちょっと響きが変わるんです。メロディーはこっちの4-5-1、4-5-1と全く同じなんですよ。けど、最初6からスタートすることによって、ちょっとこの響きが変わってくると。で、その次5に行って、でも普通の5じゃなくて、5分の7、7分の5？ なんつうんだろう、わかんないですけども、まあ、この分数コードにすることによって、ちょっとなんか勇ましい感じだったと思いませんか？なんかこのマイナーからこう立ち向かう姿といいますか。立ち向かう感じ。こっちの4-5-1で弾くと、こんな感じです。6から弾いてみると、こういう響きになるわけですよ。このちょっとしたコードの使い方、分数コードの使い方とかもまあ素晴らしいなという感じですね。で、このあとはまあ、ね、同じで5マイナー、6セブンス、2、4マイナーといって、まあ、ずっと繰り返していくんですけれども、気まぐれロマンティックはこの A メロの部分が、まあ、ほんま素晴らしいなという感じですね。ごめんなさい、ちょっとかっ飛ばしました。少しついてこないところもあったかもしれませんが、まあ、いずれわかるときが来ると思います。あと何だっけ？あ、そう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 。で、またこのね、生き物係さんのまた面白いところとして、またこのメロディーのリズムがすごい特徴的なんですよ。今みたいなその気まぐれロマンティックとかはちょっと例外になってしまうんですけれども、なんかこうメロディーのリズムにかなり癖があるんです。1回目のスピッツさんの話では、その拍の頭に必ずリズムが乗っているという話をさせていただきましたけれども、生き物係さんの場合は逆にあんまり拍に乗らないんです。あんまり拍に乗らないんです。音符で書くとするとこんな感じですかね。タンタタ、タンタタ、タンタタ、タンタタというある、こういう感じの音符がある中で、ここのところがこうシンコペーション、タイがつくことによって、うん、タタ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 というリズムがすごく多いんですよね。これがそのいわゆる近代ポップス、まあ、スピッツさんも十分新しいですけれども、まあ、本当にここ数年のポップス感をすごいの演出しているのかなと僕は思います。ちょっと弾いてみますと、茜色の約束という曲とか、わかりますか？メロディーが、うん、たた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 、こんな感じのメロディーになっているわけですよ。さっきのありがとうも実はそうなんですよね。最初の前半の部分がこのリズムですよね。あと、桜という曲とかもそうですね。こんなんと
が吹いているという曲もそうですね。こんな感じで、うんただ、うんただ、うんただというリズムが多いという話をしたかったんですけれども、何か分かっていただけましたでしょうか。なんか最近の、ここ2、3年くらいのポップスって、なんかこのリズムがすごく多いような気がします。まあ、いきものがかりさんをはじめ、例えばレミオロメンさんとか、あと、やべ、すげえ名前を忘れでした。リミオロメンさんっていいのか。粉雪とか歌っている方、そうですもんね。なんか その方とか。なんかその辺のここ数年でこの売れてきたようなアーティストさんはこのリズムがすごい多いような気がして、まあ、最近のこの日本人トレンドっていうんですかね、なのかなとなんかすごく思うんですが、いかがでしょうか。まあ、こんな感じで、いきものがかりさんからは、こんな感じのノンダイトニックコードがあるということと、こういうリズムの手法があるということを学びました。なので、皆さんも参考になるところがあればうれしいんですけれども、どうでしょうか。ノンダイトニックコードを使ってみたいと思ったら、まずこの辺からスタート。そして、なんかモダンな雰囲気を出したいと思ったら、こういうリズムを使うところからスタートという感じでございます。で、まあ、前回もちょっと最後の方にこんな話をしましたけれども、まあ、こんな、ね、理論にとらわれて、なんか理屈っぽく曲を作っても、それはそれで面白くなくなってしまうので、まあ、あくまでも参考程度に、引き出しの一つとしてこんな話を覚えていただければなと。という感じでございます。それでは今回の動画はここで終わりにしましょう。ちょっくらややこしいところもあったかもしれませんが、まあ、覚えておけば必ず役に立つときが来ると思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。次はサザンオールスターズさんを取り上げさせていただく予定でございます。お楽しみに。